ミキさんの曲というのはもうスタンダードになるべきしてなったというかね、まあ、一時代作った、しかしもう一回生まれ直すことができるっていう、もう本当にそういう意味ではこのチャンスはすごく貴重なものだなと思いました。僕もですね、今までの経験を全て入れて、今井美樹さんにもう一番いい形、今の一緒にこう年を重ねてきたその時代を振り返りながらですね、やはり僕らの時代というのは残していきたいものがあるの で、そういうものをそのアレンジに紡いだというか、そういう気持ちはすごくしてます。まあ、僕もそうですけど、なんかふるいにかけられた感があって、今の日本だけじゃない、世界中含めてそうですけど、そのショービジネスとその音楽業界のですね、その、まあ、次に渡すバトンというか、こういう形で残したいっていう、そういうメッセージを僕はちょっと入れたつもりです。もうザ・千住さんっていう感じのね、懐かしくもあり、でもやっぱり私のそのとても大事にしているというか、たくさんの人たちがもうずっとずっと長いこと本当に愛してくれている曲を、またこうやってその新しい筆で音をこうなんか描き直してくれている、それがなんか新鮮というよりかは、あ、なんか熟成したっていうか、曲がね、それをすごく感じて、嬉しかったし、あ、自分がそこに本当にこう一番今がフィットするっていう形に頑張って持っていかなきゃなっていうね、そのなんていう、いい意味でのそのプレッシャーというか、そういうのも今日はすごく感じました。こんなにオーケストラの音でレコーディングできるっていうのは、今の時代なかなか贅沢なことなので、もうそれもザッという形でね、千住さんが音を描いてくださったことがすごく嬉しかったです。うん。